国に認定された利便増進実施計画は、バスの運行エリアや路線を利用者の数に応じて分類するなどし、再編を進めるものです。計画は今年2月に全てのバス事業者が合意したもので、先月、市が国に申請していました。今回の国の認定を受け、利用者が少ない支線については、車両の購入費や運行経費の一部を市が負担する公設民営で運行することになります。市は早ければ来年度の後半にも再編した一部の路線で運行を始める方針です。総事業費は29億円余りの見込みで、このうち4割に当たるおよそ12億円を国が負担します。